こんにちは、広瀬まきです。チャンネル広場をご視聴いただきましてありがとうございます。今日ご紹介するのはじゃん、こちらのぐでたまプリンを紹介していきたいと思います。では中身を出したいと思います。じゃん、お、これはトレイ B です。これがトレイ A です。では早速作りたいと思います。では早速こちらの黄身の方から作っていきます。牛乳2杯、ではこちらよくかき混ぜたらレンジで1分加熱していきます。では1分加熱後混ぜながら粗熱を取り、さらに30秒加熱していきます。では30秒加熱してきたので、これからトレイに流し込んでいきます。こんな感じにできました。そしたらプリンの粗熱が取れたら冷蔵庫で 2,3 時間冷やしていきます。では3時間経ちましたので白身を作ります。牛乳をトレー1杯入れまして、白身の素を入れたらよく混ぜます。ダマになりやすいので素は少しずつ入れていきます。ではこれから白身の部分を盛り付けていきます。完成です。こんな感じにできました。ちなみにこれはマスコットです。この間ガチャで取ってきました。では試食してみたいと思います。いただきます。白身からちょっと食べてみます。
牛乳の味でなんか美味しい。ゼリーっぽくもないしプリンっぽくもないんだけど、なんだろう、フルーチェっぽい。うん。ではぐでたまを食べます。足から。うん、なんか卵の黄身の味が濃厚でぐでたまらしい。美味しいです。うん、はい、では今日はぐでたまプリンの紹介でした。これです、これの紹介です。ご視聴ありがとうございました。さよなら。うん、美味しいかも。うんうん。